いや、持ちづら。もう大量発生。取ったぞー。どうも、寿司ラーメンリクです。昨日ね、俺歯磨きながらこのぷよぷよボールをなんとなく電子レンジに入れてチンしていたんですよ。そしたらね、歯ブラシ喉に詰まらせるかと思った。もうびっくりしたよ。だってもう爆発したんだもん、ぷよぷよボールが。すっごい俺もう覗き見ながらこう歯磨いてたから、もうまさか爆発すると思わなかったから、もう気づいた時には喉チンコ磨いてましたね。いや、マジでビビったよ、これは。セット。マジビビるよ、これ。うわっ。そんな早く来ると思わない。すごくないこれ。ぷよぷよボールは電子レンジに入れると爆発するっていう大発見をしたんですよ、歯磨きながら。嬉しいのか嬉しくないのかわかんない。でね、俺今日やりたいことがあるんですけど、万が一電子レンジが燃えても大丈夫なように、このぷよぷよボールを全部電子レンジの中に詰めてひしめき合わせればとんでもない威力になるんじゃないかなと思って、もう電子レンジ爆弾。じゃあね、早速電子レンジに大量に詰めて爆発させていきましょう。重たい。見たことねえや、こんな光景。で、とりあえずこの皿の上に銀なんじゃねえや、なんだっけこれ。30秒にしよう。いくぞー。いや、もうすごい、もう爆弾のスイッチを押すような感覚、自分の部屋で。あっ、あっ、怖っ。めちゃめちゃただ綺麗な映像が続いていますね。あ、ぬるい。3分やろ。じゃあコンビニ30人前の弁当か。で、ナポレオンフィッシュになりてー。びっくりした。やや暑いけど暑くはないんだ。ってことはまだだな。皿固定できないんですか。いい質問だね。あちゃー。いや、もうフォーメーションがかっけ。10粒です。うわあ。おい。ぷよぷよボール1個の爆弾の威力はどんくらいなのかっていうのは、ちょっとこのミスター眼球でっかめ、このミスターペーパーの顔面の前に爆弾を置いた状態で電子レンジで爆発させていこうと思います。スタートー。ポチッ。もう、そよそよしてる。かなりのダメージを負っていますね。じゃあ、もう一発いこう。あれー。あー、大ダメージ。あー、もう計り知れないダメージを負ってる。歯ブラシで死ななくてよかった。ま、マジの、マジ刺さりしてたから俺の、あ、マジで。もう歯ブラシ俺マジ刺さりしてた。